パリ・ブレスト・パリはフランスのパリからブレストまで往復する1200キロのサイクリングイベントで1891年に最初に開催され現在でも継続されている世界最古の自転車イベントであるブルベの最高峰とされ多くのサイクリストの目標となっている開始当初はプロロードレースであった 7回目の1951年大会を最後に、以降は一般サイクリストによる時間制限のラリーになった。ルートは当初、大西部街道とも呼ばれる国道12号線をまっすぐ走るものであったが、2003年現在は交通量の少ない県道を走るルートに変更されており、プロレース時代とは様相が異なっている。自転車であれば、 何でも参加でき、リカンベントやタンデム自転車、ベロモービル、ミワッシャ、ローバイクなど多彩な車種がエントリーする。1956年から1975年の間は5年ごとに開催された。PBP にはブルベとオダックスの2種類がある。プロレースではなくなってからは年々参加者が増えている。急激に増加する参加者に対応できないために、 2011年は国別に参加者数の制限が設定されたが2015年では参加者数制限は撤廃された。2011年は5225人が参加した。欧州を中心に50の60代の年代の参加者が多いが日本からの参加者も急激に増えている。日本人はカナダから参加した1999年の参加例が初とされている。 日本国内からの参加は2003年の第15回からとなっている。2011年には日本から約160名が参加した。1991年以降、スタート地点はパリ郊外のサンイコール簡単となっている。前日に車検と受付が実施される。18時よりグループごとに15分間隔で300人がスタートする形式である。 走行は数日間に及ぶため、チェックポイントや沿道で仮眠を取りながら走行する。チェックポイントには、学校や体育館が使用され、食事やシャワー、仮眠のための設備が設営される。参加者は、チェックポイント以外の沿線の店舗や善意による任意の第三者から援助を受けることは問題ないが、チェックポイント以外での計画された補給や補助を受けることは禁止されている。 スタート時、3イコール簡単の街では交通規制が実施されるが、その後は特別な交通規制は実施されない。コース中は、標高の高い峠を越えるような場所は、少なく、なだらかな丘陵地帯が続き、古城や、中世の街並みなど歴史を感じる風景も多く、印象的であるとされる。夏季の開催であるが井戸で言うと、北海道に相当する地区で、 ブルターニュ地方特有の不安定な天候もあり寒さ、対策は重要である。2007年の PBP は、50年来の悪天候に見舞われ時間制限が延長されるなどの救済措置もあったが、それでも27%の参加者が乾燥できなかった。2011年では19%である。例年は未乾燥率10から15%である。 乾燥すると ACP から乾燥時間を刻印したメダルなどが贈られる。2015年の大会が終了した時点で、プロロードレース以後の世界最速記録は42時間26分を記録したドイツ人のビオン・レナード2015年大会。歴代日本人最速記録は、三船正彦が2015年に記録した43時間23分。 トップグループの参加者はチェックポイントでは数分しか停車せず、仮眠も全く取らずに 1200km を走破する。食事も基本的に走りながら摂取し、チェックポイントでの停車は純粋に通過確認作業のためだけで、通過確認作業中に各自が手配したサポートスタッフが水や食料の補充、バイクのメンテナンスを行う。タイムを狙う人は、 最初にスタートする80時間のカテゴリーにエントリーする。ありがとうございます。